この間ユージが呪いのせいでヤンデレ束縛彼氏になった。その嫉妬の矛先は僕にまで向いて、呪いの強さはかなりのものだったみたい。もう僕には歌姫がいるのに失礼しちゃうね。ところでここから先が本題なんだけど、その呪霊を払って以来なんだか体がおかしいんだ。歌姫が遠くにいるのが不安で不安で仕方なくて、それをどうにかしたくて気づいたら行動に移していた。ごめん五条、来週の出張なくなったから東京に行かなくなったわ。また？この間もそう言って会えなくなったじゃん。仕方ないでしょ、出張の有無も行き先も決めるのは上の人間なんだから。でも歌姫休みないから全然会えないし。休みがないのはお互い様でしょ、それになかなか会えないのは分かってて付き合ったじゃない。そうだけどさ、僕も歌姫もかなり忙しい。だから全然会えないのも急に会えなくなるのもそんなの日常茶飯事だった。多少ごねることはあっても歌姫の言う通り分かってて付き合ったから、これでも一応ちゃんと受け入れてたんだ。でも歌姫さ、浮気してるんじゃないの？はあ？何がどうなってそうなるのよ。前もだし今回も急に会えなくなって、そうやって僕以外の男と会ってるんでしょう。浮気するならそもそもあんたに東京出張の話はしないわ。というか浮気するほど愛想を尽かしてたら真っ先に別れるから安心しなさい。僕だって歌姫が本当に浮気してるなんて思ってない。だけどもしかしてってすごく不安になるんだよ。だから歌姫に聞いて安心しようとする。本当に浮気してない？してないっての。まったくどうしたのよ。いつもの五条だったら自信満々に、ま、浮気したくなるような僕より魅力的な人なんているわけないけどね、とか言うじゃない？はは、歌姫が好きすぎて不安になる。誰かに取られたりしないかって。何よそれ、私がそう簡単になびくと思ってるの？思ってないけどさ、僕もなんでこんな不安なのかわかんないんだよ。会えないのが、一緒にいられないのが、こんなに辛いなんて思ってもみなかった。数日後。歌姫、返事して。何？任務で怪我したって聞いたけど大丈夫なの？怪我っていうのも大げさなくらいのかすり傷よ、全く問題ないわ。よかった、歌姫が怪我したって聞いて僕も気が気じゃなくて。なんか五条最近変じゃない？いつもだったら怪我したなんて聞いたらバカにするじゃないの。変かな。かなり。だって歌姫なんか危なっかしいんだもん。私は前も今も変わってないんだけど。こうもっといろいろ気をつけてほしいなって。そんなこと言われなくてもちゃんと責任持って任務に当たってるわよ。そういうことじゃないんだけど。心配してくれなくて大丈夫、あんたよりしっかりしてる自信あるから。じゃあ仕事に戻るわ。ちょっと歌姫。全然分かってないよ歌姫。数日後。ふう、ただいまーって。ま、家には誰もいないんだけど、思ったより帰り遅くなっちゃった。さっさと着替えてお風呂っと。そういえば今日は珍しく五条から連絡来なかったわね。後でお休みくらいは言っておこうかしら。うん？え、何？誰？はい歌姫、あーん。あーんじゃないわよ、どういうことよこれ。なんで私は帰宅早々縄で縛り上げられてんの？食べないの？せっかく頑張って作ったのに。話を聞け、一体どういう状況か説明しなさいよ。歌姫が悪いんだよ。はあ？会うこともままならないのに、僕の助けられないところで怪我したりしてすごく不安なんだよ。怪我って、だからこの間のは大したのじゃ。この間のはでしょ、今後大怪我するかもしれない。その時僕は何もできないかもしれない。誰かに歌姫を取られちゃうのも嫌だけど、歌姫を失うのも嫌なんだよ。でその結果がこれ？うん、歌姫はもう家から出ないで。外に出る時は絶対に僕と一緒、ちゃんとお世話はしてあげるから。たく、子供じゃないんだから。何これ、五条に何が起きてるのよ。こんな不安がってるとこなんて見たことない。そういえばちょっと前に虎杖が
変な呪いにかかったって言ってたわね。呪いのせいでものすごい束縛彼氏になったとか。その呪霊は五条が払ったって聞いたけど、もしかして結構厄介な呪霊だったのかしら。家から出るなって、私の仕事はどうするのよ。できる限り僕が変わる。それじゃあ私をここに閉じ込めても一緒にいられる時間は少なそうね。でもここにいるって分かる方が安心するし。こんな縛られてたら何かあった時に対応のしようがないわ。何かって？そうね、火事とか。火事？絶対に安全な家を建てるところからか。今のこいつなら本当にやりそう。呪いの気配は薄いのに、なんでこうなったんだか。この不安は少なからず五条の中にあったってこと？それが呪いに触発されたとか。いつからそんな弱い男になったのよ、バカ。歌姫は僕と離れてて不安じゃないの？私はあんたが好きだし、あんたも私が好き。あんたに何かあったらとかもあんまり思わないわね。だって最強なんでしょ。はあ、歌姫好き。ならこの名はほどいてくれる？それはまた別の話。こいつ、どうしたら世界で五条を安心させられる？何かいい方法は。歌姫。ん？もう僕どうしたらいいかわかんない。どうすれば安心できるの？どうすればか、別れる？なんでこの流れで？だって付き合ってなければ不安にもならないでしょ。一番簡単で手っ取り早いじゃない。それはそうかもしれないけど、僕は歌姫を失いたくないの。それなら結婚する？待って、この流れで？そんなに不安ならあんたのものになってやるわよ。仕事は辞めるつもりないし、されるつもりもないから、せいぜい全力で嫁を守りなさい。本気？誰がこんな縛られながら冗談言うか。あんたは最低だし、どうしようもない男だけど、この状況で安心させるために結婚が候補に上がるくらいにはこっちもあんたのこと好いてんのよ。喜んでいい？今更待ったなんてなしだからね。勝手にどうぞ。歌姫大好き。絶対幸せにする。しっかり頼むわ。歌姫と結婚、結婚か。いより歌姫が五条歌姫になるんだね。字面は最悪ね。もう水差すようなこと言わない。あれ、なんかモヤモヤしてたのがなくなった？歌姫と結婚って聞いて安心した？それとも呪いが？いや、今はそんなことより。ごめんね歌姫、今解くから。やっと解放されるのね。もう肩バキバキよ。ごめん。はいはい、もういいから。私お風呂入ってくるから、五条は料理温め直しておいて。怒ってないの？普段からどんだけ振り回されてると思ってんの？あんたのわけのわからん行動には慣れたわよ。歌姫ありがとう。飛びつくな。風呂入るって言ってるでしょ。私のために料理作ったんでしょ。早く食べたいから今はどけて。僕も一緒に入ろうかな。うちのお風呂は一人用よ。ひどい。その後、歌姫のおかげでここ数日の不安が全部吹き飛んだ。もともと呪いとしての効果は薄かったみたいで、僕が前向きになったことで呪いもなくなったみたい。嬉しかったけど、プロポーズは僕からしたかったな。このままじゃカッコつかないし、今度改めて僕からお願いしよう。僕と結婚してくださいって。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。